せん。はい。今日は木村先生の方にお邪魔しております。こんにちは。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、ここに来させていただいて、いろんなものを見させていただくんですけども。もともと東寿園さんにいらっしゃったっていう。東寿園さんでも、先代の東寿園さんで、11年間修行させていただいたんです。そういうことです。はい、そう、日本の盆栽界の。まあ神的な存在。いやいや、とんでもない。はい。なので、今日はちょっとお邪魔させて、いろいろ撮影させていただきたいと思います。すみません。よろしくお願いします。とんでもございません。まあ、どうぞごゆっくり。はい、ありがとうございます。じゃ、ちょっと見ていきましょう。いや、すごいんですよ。全部すごい。全部すごい木です。美術館みたいな。そうですね。鉢もすごい。あ、これじゃないですか。これですよね、きっと。棟梁の場合。棟梁の場合。そうです。これ中で見たんですけど、雑誌かなんかで見たんですけど、もともとこんな大きい木。そうですそうです。をまあ中の木っていうんですか。あれ。まあ結局こんな長い根がありますからね。1m70。まあここからこっちずっとありましたよね。ありますからね。でその根を切るわけにいきませんから、この中にこう巻いて、芯を抜いて、はい、水杉をこう巻いて鉢の中に入ってるという。はい。すごい。みんなそうやって作っていったもんですこれ。あ、そうなんですか。まあこれなんかはとんでもない大きいもんです。すごいですよね。幹こんなに太いから。もともとはもっとじゃあ大きかった。もちろん、もうとんでもなく大きいものでした。庭木のような。庭木のような。まあ、そういったものもみんなこういうふうに作っていくんです。すごい。うわ、これもすごい。一個一個が全部すごい。だってこれ。芯が全部ない。すごいですね。これずっと一通り取っていっても構いません。はい、ありがとうございます。盆栽も高価なもんなんですけども、盆栽に植える鉢ですね。はいはい。鉢もやはりこの下にあれあったとか、これも全部これはあれです。昔の中国の笛鉢です。これだけ揃ってるとこはちょっとないと思います。コツコツはやられたんですか？昔、そうですね、20年ぐらい前から集めてたんですね。釣りお好きなんですか？釣りお好きなんですか？昔はね、趣味の一つとしてね、いろんなものやってたんですよ。3つほど趣味は。これシイラ？そうですか。これは池で飼ってる魚ですからね。あ、そうなんですか。死んじゃったんでもったいないから剥製にしたんだけど。そしたらじゃあ後ろの鹿はあれですか？仕留めたものとかだったりするんですか？これはスペインです。スペインで売ったやつですね。すげえ。いろんなことをされてるんですね。そうですね。ライフルも一つの趣味だったんですね。本当ですか？それからトロリングをやったり、クルーザーをやったり、もう今趣味はやめちゃって。今盆栽だけです趣味は。趣味盆栽だけですか？ああ、すげえ。いや、まあどうぞ。はい、ありがとうございます。いや、こっちもすごいですよね。こっち見ましょう。すごいな、あ、すげえ。これは中国の自然もみんな見てきて。水墨画の世界。そうですね。綺麗。これ圧巻だな。冬で霜に焼けてこんな真っ赤になってるんですよね。はい。これが本当は真っ青なもん、綺麗なもんなんですけどもね、今一番汚いです。石づきは独特ですよね。なんかそのいわゆる盆栽の人ってこういうものってそんなに大量に作ったりしないじゃないですか。そうですね。これ石を原石からこれ削ってこういったものを作るんですから。削り出して。自分で全部これ。だからこれも全部自分で作った石ですよ。これこういったものは。石から。日本の石。そうですそうですそうです。みんな自分で作ったものです。石は。すごいね。裏に行かれてるっていうことなので、裏も行ってみたいですけど、緊張しますね。すごい。水あげてんすかね。あ、すげえ。まだ見たことない。いや、すっげえ。取引とかするんですね。あ、本当だ。どうやって通してんだろう、これ、下。あ、呼び継ぎじゃないですか、これ。呼び継ぎ。そっか、そっか。へえ。これ、タヌキかな。タヌキじゃないですか、これ。確かに。これちょっと見切れない。だって普通の盆栽園のメインの木クラスのがたくさんあります。止まっちゃうんですよね。歩いてる。ということで、木村さんのところちょっと回らせていただきました。ちょっとね、お忙しそうでいろいろ緊張してバタバタして撮影したような形なので、まあ皆さんもなかなか見ることができないと思うので、この動画楽しんでもらえたらなと思います。またちょっと機会があったら来れるチャンスを探していきたいなと思うんですけども、頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、大丈夫かな。あれお水は汲んでるんですか？水はそう井戸水そのために井戸ちゃんと思って体も水出しても大丈夫ないね。水代がすごいって言いますもんね、やっぱ本社さんは。そうなんかよく聞きますよ。そうなの、これ海だ。ここに2つモーター入ってるから、これ海を入れた。でかっ。大きいですね、鯉。鯉じゃないんだよ、これ。あ、鯉じゃないんですか、これ。あ、でもなんかサメみたいなのが。サメみたいな。サメだよ。これ黄色いのはでも鯉じゃないですか、これ。チョウザメも。チョウザメは黒いやつですよね。すげえ。本当に珍しい魚。はあ。なんだ。まだ他のこれだけでは出てくるのは他は出てこない。まだ。まだいるんですね。26いるんだよ。26。こんなに大きいの。うわー、すげえな。どこで。それもな。ほら、実物見ないとそれな。慎重に考える。古澤さんとこにあんの。こんなで一旦見て。どこで3本取れる。ああ、取れるだろうな。日本にしたの。